現在世界かかららら急速に森森が失われれていいまますですで私たちは森を守らなければいけばせんしかしそもそもなぜ私たちは森を守らないといけないのでしょうかこれは小学校3年生の社会科の副教材ですこの時もうすでに私たちは森が私たちに森の恵みを与えてくれる便利で役に立つものだということを教えてもらっていますこの森の恵みを得るために森を守る これが理由でしょうか私には中学生の娘もいますこの絵はその子が描いてくれましたそれでは紙芝居をしましょう紙芝居父とこの会話ねえパパどうした子供私がピンチになったら助けてくれる聞くまでもないだろう必ず助けるよどうして助けてくれるんそんなの決まってんじゃんあなたは私にとって便利だからさ新聞取ってきてくれたり 洗濯たたんでくれたりお前がいないとわしが困るじゃろうこう言われるときっと娘もがっかりしてしまうでしょうねこう答えるよりもきっとどうして助けてくれるんそんなの決まってるじゃんあなたは私にとって何者にもかいがたく大切な人だからだよきっとこちらの方が人として自然ではないですか私たち人は他人を思いやる という気持ちを進化させてききた生き物です当然生き物がぎっしりと詰まった森に対しても同じ気持ちを持つべきだと私は思っています森は森の恵みを与えてくれて便利で役に立つだから守らないといけない素晴らしい考えですでもそう答える前に森を守ることは人として当たり前だと胸を張って答えてくださいしかし森を守るためには森を守ろう というだけでは不十分ですねですから私たちは例えば生物多様性条約を結ぶなどして生き物や自然を守るさまざまな取り組みを行ってきました今本当に求められているのは私たちの生活レベルを変えることなく普通に生活さえすれば生き物も自然も守れているという世界を作ることですしかしこうした世界を作るのはとても難しいので私たちはまだまだ 知恵を絞らなければいけません私が専門としている森林生態学ではこうした森に住む生き物を眺めながら何が森にとって大切なのかということを考えることができます世界が求めている森を守る仕組みを考えてみませんか